お待たせいたしました。夢は前夜ののお時間です。2ヶ月半ぶりぐらいだっけ？そうだね。それぐらいぶりです。ちなみに今回と次回の2本分で本シリーズ完結です。終わりは突然やってくるものなのよ。突然すぎない？ということでどうも皆さんごきげんよう。ループと、全イチゴでございます。最後までよろしくね。じゃないよ、どういうことよ、ループタン。本当に終わるの？このシリーズはね、寂しいな。がしかしよ、レンさん、来年の私にご期待くださいまし。え、嘘、続投なの？私の役目まだあるの？そこはまあ楽しみにしといてよ。すごい顔しとんな、この子。さて、残るエフェクトあと3つ。その中の1つがありそうな場所を録画外で見つけたので、そこに行ってみましょう。ほう、それはどんな場所なの？見た感じは洞窟っぽいとこです。海底洞窟的なやつ。なるほど、なんか期待できそうな感じはする。サムネ要因とかね。サムネ要因しかいねえ。最近サムネに凝り始めてますから大事ですよ。サムネ要因と説明してる間に到着いたしました。ここですね。こんな場所もあったんだね。うん、なんで今まで見落としてたのか謎なレベルですね。そして入ってみると意外と奥行きがあるという。うん、しかも謎のオブジェまで。洞窟外と内で別次元説あるね、これ。まあ夢だしね、何が起きてもおかしくないよね。確かにそれは言えてる。なんか謎の生物いるんですけど。ちょっとマリちゃんに似てない？ほんとだ、似てるね。似てねえわ。エルモ、セッサミスプリ、マリサだよ。よくぞここまでたどり着いた。私は12代目ピーポくんだ。ここを今回のサムネにしようか。うん、いいと思う。12代目ピーポくんに対してのリアクションはないんですね。お、もののけを手に入れたね。これで残るエフェクトはあと2つね。どんな効果か使ってみようよ。うん、使ってみよう。ふむ、シフトで瞬きと羽を動かせるみたい。癒し系エフェクトって感じかな。だね、使い道あるのかわかんないけど可愛いからオッケーだね。とりあえずこれで一応取れ高半分ぐらいとサムネ確保できたから一安心。こっからは雑談しつつ進めていくとしましょう。ちょっと待って、もう少し私に触れ。おいこらそそくさと帰るな。あばよかおすみこ。これはひどい。さて、探索しつつ雑談タイムっちゃいましょう。現在私はいくつものシリーズを何一つとしてちゃんと終わらせることなく進めてるわけですが、意外と完結間近なシリーズも多かったりします。へえ、意外じゃやろ。ただただサボっとるわけやないんやで。まずこのシリーズ、そしてハッピーホイールズ、あと夢日記は本数的に言うと完結が近いんですよ。あんま終わらせる気ないけど。じゃあダメじゃん。というのは半分冗談で、半分そろそろ別の派生も見たいっすわという方のことも考え、順に完結させていこうと思ってます。ループタンにしては真面目。今年中にメインシリーズが入れ替わっていくのを目指すような素振りを見せるかのような笑みを浮かべるかのごとき仕草を醸し出します。実質的には特に何もしません。ダメだこの子と。雑談はこの辺りまでにして、次は何をするの？お次は飴玉を探しに行きます。飴玉？はい、これも録画外で発見してたものなのですけど、この紅葉エリアから飛べる和風の場所、あの場所で瓶に入った飴玉を見つけたんですよ。今回めっちゃ下見してんなお前。墓地会が 4,5 本分出たんだもん。さすがに数ヶ月置いて何も起きない回を出すわけにはいかないからね。ここ数ヶ月の難産っぷりは確かに異常だった。はっきり言ってスランプだったと思う。でもここに来て再びスイッチが入ったわけね。うん、それといい意味で肩の力が抜けた。出してなんとなく見られてるっていうのはもう剣池シリーズに任せればいいからね。夢シリーズはもうちょいコアで少ない層に向けて出してる感じかな。あと自己満。ループタンと私の間で共有されとけばいい、みたいな。そうそう。あとはまあずっと見ててネタ知ってる人向けだよね。このマップが3本目の動画のメイン位置で、プラス前澤社長の月ネタやったとか知らないでしょみんな。さっきのセサミストリートネタとかな。あれは懐かしすぎた。だってあれ私とループタンの最初のシリーズの時のやつだよね。そうそう。当時見てた人しか懐かしめないっていう。もはやサービスネタにすらなってない感。うん、やりたいだけだからね。などと意味不明な供述をしてたら飴玉を見つけたよ。これで残るエフェクトは1つ。残る1つは次回ゲットしに行きます。手まり雨の効果を確認したら今回はおしまい。なるほど、これ雨を置いてきた道にマーキングできるんじゃない？もうちょい早くゲットしとくべきやつやん。